水穂春海は日本の映画監督、脚本家である。1911年3月22日、長野県長野市に全工事達中連芸員の長男として生まれる。旧制、長野県庁の中学校、旧制、姫路高等学校をそれぞれ卒業後、東京帝国大学に入学、同文学部で美術史学を専攻し、同学を1934年に卒業した。 卒業後、同郷の映画監督、池田義信の在籍する、松竹ネ和の松竹蒲田撮影所に入社した。池田のほか、深田修造、渋谷実に支持した。1940年、三浦光子主演の映画、女の気持ちで監督に昇進した。第二次世界大戦開戦後の1943年、河村霊吉、吉川道子主演の、 家に三男次女ありを監督した。ひばりのサーカス悲しき小場と終戦後、第一作は、1947年の上原健小暮道代主演の消えた死体である。1950年、横山隆一の漫画を原作に、笠木静子、坂井俊二主演の映画、ペコちゃんとデンスケを監督したが、同作の取材で、脚本家の中川隆三と競輪場に通い詰めた。この頃、 美空ひばり主演作品を手掛けている。1954年、ラジオ東京の人気放送劇、ちゃっかり夫人とうっかり夫人を原作に、淡島千景演じる、ちゃっかり夫人だけを、クローズアップした映画、おけいちゃんのちゃっかり夫人を最後に、同年、小竹を退社した。1955年からは、おけいちゃんのちゃっかり夫人等で組んだ、脚本家、長瀬義友に誘われ、 東京映画と本数契約した。遺跡第一作は、長瀬の脚本、上原健主演の、明日の幸福で、同年2月12日に、東宝が配給して公開された。同年は、さらに新東宝で、長瀬の脚本、大木稔、藤田進の主演で、ブラジルでのロケーション撮影を観光した、リオの情熱を監督した。1960年からは大英に移籍し、 その第一作は、長瀬の脚本、川口博士、由美稽子主演の映画、スレスレを、大英東京撮影所で監督した。1964年には、社国権の原作を映画化した、これからのセックス三つの性を、監督、1966年、タミヤ二郎主演の映画、復讐の切り札を最後に引退した。引退後は、長野に帰り、実家の寺の住職を務めた。 1995年6月19日死去した満84歳没。ありがとうございます。